シャルクスミューレ、ドイツ語、ショークスマハル、ドイツ語発音、アルクスマイエルは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す、町村である。この町は、ザウアーラント北西部に位置している。シャルクスミューレは、ノルト・ベェストファーレン州で最も富裕者の比率が高く、2016年の、 住民一人当たりの平均年収は44,486ユーロ人であった。グレールタールゼキ、シャルクスミューレには、グレール川をせき止めるグレールタールゼキがある。グレール川は、同じく、シャルクスミューレを流れるフォルメ川の主流である。シャルクスミューレの長域面積は38.09平方キロメートルである。このうち17.46平方キロメートルが、 森林である。シャルクスミューレは、北西は、ハーゲン、西は、ブレッカーフェルト、南西は、ハルバー、南東は、デ電シャイト、東はアルテナ、北東は、ナハロートビプリングベルデと境を接している。シャルクスミューレは、以下の10地区からなる。これらの地区は、合わせて65の居住区及び集落からなる。 現在のヒュルシャイト地区の最も古い文献記録は1308年のもので、ケルン大司教の土地大長ライバーバレーリスに中に登場する。1350年にこの地の農民たちは自由薄領を形成した。その勢力が最大に達した時代には、キルヒシュピールヒュルシャイトの他に、キルヒシュピールリューデンシャイトの北西部もこれに含まれた。 ヒュルシャイト自由白領は1592年まで存続していた。この年に流電シャイト白がこれを獲得した。1478年以降、この村に裁判所があったことが証明されているが、実際にはこれ以前に存在していたと考えられる。シャルクスミューレは1407年5月1日に初めて文献に記録されている。 ケルンの商人ゲルビーン・オフ・ワルテン・ベッカーフェルトによって、ブレッカーフェルトの教会に祭壇が寄贈された際に、ケルン大司教、フリードリヒの文書にショックス・マラ・イン・パラキア・ハビアと記述されている。これは、ゲビーンが貸し出した土地の一つであった。1845年から1847年に、フォルメタールを通る街道が整備され、1873年に、 ホルメタール鉄道が建設された後も当分の間、ここは小さな集落に過ぎなかった。交通の便が改善されたことで、徐々に人口が増加し、工業化がなされるようになった。1892年から1898年にかけて集落の中心として、ネオゴシック様式のザールキルヒエが建設された。1888年にアルテナ郡鉄道の ヘルバータール鉄道が完成し、ハルバーと直接結ばれた。1912年10月1日にこの町は、ハルバーから分離され独立した自治体となった。現在のシャルクスミューレの町域は、1968年12月18日のアルテナ軍と軍独立市流電社糸の新設に関する法律によって成立した。これにより、それまでのシャルクスミューレと、 ヒルシャイトが合併した。引き続き、シャルクスミューレを名乗るアムトニー属さない。この町村は1969年1月1日に発足した。1969年12月16日のエネペルール軍の新設に関する法律によって、当時ブレッカーフェルト市に属していたイムダール地区は、現在のダーラーブリュックとして併合された。この合併は、 1970年1月1日に発行した。2018年8月から、福音主義シャルクスミューレ・ダーラーブルック協会組織と、福音主義ヒルシャイトイコールヘイトフェルト協会組織が存在する。さらにカトリック組織が一つと、自由福音主義協会がある。シャルクスミューレの町役場シャルクスミューレの町議会は、28議席からなる。 第二次世界大戦以後の主張を列記する。1969年に自治体の再編がなされた。これまでの主張はいずれも名誉職であった。1999年の自治体法改正以後、1000人の主張が選出されるようになった。この町は、1970年7月21日付のアルン・ソベルク行政官区長官の文書により、文章の使用権が認められた。 紋章図柄、金字にそれぞれ9つのマス目がある3層の赤と銀の一末模様の帯。帯の上に半分だけ見える黒い羽車。帯の下は3枚が一束となった緑の西洋ヒーラギの葉。解説、この町の紋章は1969年に合併した2つの球町村の紋章を組み合わせて構成されている。羽車はシャルクスミューレの ヒュルゼブシュとも呼ばれる餅の木の葉はヒュルシャイトの象徴である。中央に配されているのは丸く薄量を表す丸くの一末体である。1969年までシャクルスミューレは下部が空欄になっただけのよく似た紋章を用いていた。ヒュルシャイトの紋章は上部が西洋ヒイラギの枝になる以外はシャルクスミューレの紋章と同様であった。 この二つの紋章はどちらも当時のアルテナ軍の軍長フリッツと名のアイデアに基づき紋章官の夫をフップがデザインしたものであった。旧紋章は1935年の1月16日と3月29日に認可されていた。印象この町はその印象に紋章のデザインを用いている。これは1970年7月21日付の アルンソベルク行政官区長官の文書で認可されている。シャルクスミューレの畑子の町は1972年3月30日付のアルンソベルク行政官区長官の文書により旗と上りの使用権を認められた。旗は長辺と平行に同じ幅の緑地と赤地にに分割。中央屋や旗ざ寄りに町の紋章が配置されている。上りは 長辺と平行に同じ幅の緑地と赤地にに分割。上半分中央に町の紋章が配置されている。シャルクスミューレは以下の町と姉妹自治体関係にある郷土博物館が入居する農家、ビッペキュール農家、ビッペキュールには郷土博物館が入居しており、農民の生活に関する数多くの展示品を見ることができる。 ヘーゲリング狩猟博物館シャルクスミューレヒュルシャイトでは、この地域の狩猟に関する展示がなされている。大きな劇場はないが、小さな演劇クラブが存在している。小さな教会合唱団の他に、やや有名なゴスペルコーラス、リビングゴスペル、ムジークコルプスダーラーブリュッカーフーザレン 1971EV、音楽クラブ、ムジークフェラインディ・ホルメターラー、合唱クラブ、 ゲザングフェラインダーラーブリュック1878がある。さらに、フォルメタール音楽学校の文校がシャルクスミューレにある。シャルクスミューレのビッペキュール墓地のすぐ隣に農家、ビッペキュールがある。この建物は1600年頃に建設された。この歴史的な木組建築の中で結婚式を開くことができる。教会シャルクスミューレの旧聖主教会。 シャルクスミューレ駅の近くにある福音主義の救世主教会は1892年に建設された。この教会はシャルクスミューレで最初に登録された10件の建築文化財のうちの1件である。この他に4つの福音主義教会があるが、このうち2つは文化財リストに登録されている。この町の町域は ザウアーラントロタール山地自然公園に属している。住宅地となっている、集落地域や建設計画の適用地域以外の場所は、例えば自然保護区などのより高度の保護地域に指定されていない限り、景観保護区に指定されている。町内には、広さ22ヘクタールのノットクレフ自然保護区がある。シャルクスミューレには、フォルメ川に面して、フォルメパークがある。 この公演は2014年に多世代型公演に改造された。ハンドボール SG シャルクスミューレイコールハルバーは以下のクラブが参加するハンドボール競技協会であるトゥースハルバー 1848EV、トゥース,ハルバー、e、トゥースシュテッケンダーラーブリック 1885EV、トゥースエッキングハウゼン 1888EV、シャルクスミューラー TV1893EV、 この協会の第1ハンドボールチームは、プロの3、リーガー西部地区に属している。リザーブチームは、フェアバンツリーがベストファーレの第2クラスに所属している。女子チームと男子の3チームは、シニア部門に参加している。若年部門は、ジュニア競技協会、SGSH ユニオールに設けられている。SGSH は、そのホームゲームを、0体1区間及び、 ミューレンシュトラーセ体育館で行っている。2018年に SGSH ドラゴンズと改名した。この新しいチーム名は2018年8月18日から19日の DHB 杯競技会で公式に使用された。シャクルスミューレで2番目に大きなハンドボールクラブがトゥース・リンイコールヘートフェルト EV である。サッカーシャルクスミューレには トゥース主ケンダーラーブリック 1885EV と FC アッツリシャルクスミューレの2つのサッカークラブがあった。校舎は廃止され競技会に参加していない。2014年2月3日にシャルクスミューレの町の建設計画委員会はサッカークラブが利用できるスポーツ施設の建設を決定した。シャルクスミューレ、ヘイトフェルトの境界付近に 観客席を有する人工芝の競技場が約76万5000ユーロを費やして建設される。ルンベルク GMBH&COKG シャルクスミューレの経済は今日まで特に電子産業が支えている。フォルメタールには多くの中小企業が立地している。例えば以下の企業があるベルカー GMBH&COKG ルーテンベック・フェルンメルデ・テクニーク。アルブレヒト・ユング・ GMBH&COKG。ルンベルク・ GMBH&COKG。ギュンター・シュペルスベルク・ GMBHCOKG。カイザー・ GMBH&COKG。ブッシュ・イエーガー・エレクトロ・ GMBH&COKG。ダーラー・ブリュック地区には、鋳造業者の AMT& メタル、ギーステクニークがある。 その製品には工業向けの異物の他に調理用の芋のも含まれる。古くから工業化がなされたシャルクスミューレはメルキッシャー郡で最も工業密度の高い町である。それにもかかわらずシャルクスミューレは田舎の魅力をとどめてもいる。シャルクスミューレ西部の高台やヘイトフェルトイコールアムゴルフプラッツ及び例学校センター近くの イムシュラーといった近年建設された新興住宅地の他に町はシュタルハウス地区近郊に家族向けの新たな住宅地を計画している。約5万平方メートルの土地に平均500平方メートルほどの家を約70件建設する計画である。検査に合格し規制当局からの認可が得られれば2015年に最初の家が建設される。 道路、シャルクスミューレは、アウトバーン A45 号線及び、連邦道 B54 号線経由で、広域交通網に接続する。自動車では、ザウアーラント線とも呼ばれる、A45 号線でこの町に来ることができる。シャルクスミューレ駅鉄道鉄道については、シャルクスミューレ駅から、1時間ごとに、流電車と、ハーゲン、トルトムントとの間を運行している。 フォルメタール鉄道が利用できる。フォルメタール鉄道をシュタットバーンとして運行する計画があった。これが実現するとドルトムンの中心街からハーゲン市街を経て流電車へとのうち市街にまで直接行くことができるはずであった。1997年にハーゲン地域シュタットバーンというコンセプトが提示された。これは交通上の利便性があったものの、 コストを理由に実現しなかった。バス交通バス交通は、現在、主にメルキッシェ交通会社とシャルクスミュレ、住民バスによって運行されている。この街は、ルールリッペ交通共同体に属しており、MVG のバスと同様に、フォルメタール鉄道の列車にもその運賃体系が適用される。航空国際便が発着する。 最寄りの空港は約5 0トル離れたドルトムント空港と、それぞれ約1 0 0トル離れたケルン、ボン空港及びデュッセルドルフ空港である。これ以外の小さな飛行場としては場外だが、遠くないマイネルツハーゲンとヘルシャイトにある。シャルクスミューレには、2つの薬局と11の診療所、及び1つの動物院が存在する。最寄りの病院は、 クリニクムリュークむ流電イ糸、または、ハーゲンの病院である。シュポルメッケ基礎家庭学校シャルクスミューレには、シュポルメッケ基礎家庭学校がある。この他に、シャルクスミューレ実家学校もある。シャルクスミューレ町は、フォルメタール音楽学校も運営している。町内に市民大学はないが、フォルメタール市民大学は、シャルクスミューレに文校を置いている。 シャルクスミューレには幼稚園が6園あり、合わせて365人の園児をケアすることができる。ありがとうございます。